日本でサイクリストを名乗りそうな人はほぼ興味がない。シマノ製内装変速機の最高峰アルフィーネ DI2 を素人が分解してみました。メンテナンスフリーに見える内装変速機ですが、定期的に内部を注油しないと性能が落ちます。車やバイクと同じように下部側面の注油口からオイル交換できますが、密閉性の高いハブ内部から簡単にオイルが出てこないので、注射器で強制的にオイルを抜き取ってから分解作業に入ります。オーバーホールはユーザーがやる作業ではありませんが、4年近く放置していた内装変速機だったので、内部にサビや変質した油の塊などが発生してギア抜けが起こっているのでは。そんなことを思いながら4月に一度分解していたりします。ただ組み立てに失敗してボールリテーナーを壊したりもしましたが、おかげでざっくりと構造を理解できたので、長い目で見れば良い経験になりました。せっかく分解して少し構造を理解できたつもりなので、11速アルフィーネの構造解説をしてみたいと思います。アルフィーネの変速を理解する上で必要な構造は2つあって、有性歯車機構とローラークラッチです。有性歯車機構は一般的な機械に組み込まれていたりしますが、外から見えることはないので知らないとイメージできないと思います。中央にあるのが対応ギア、その周りにある3つのギアが有性ギア。有性ギアの軸を支えて後転運動を回転に変える有性キャリア。ちょっと見えにくいですが、有性ギアの外側に内歯車があって、この4つの要素で構成されています。アルフィーネの構造は対応ギアを固定、有性キャリアと内歯車を入出力に使うソーラー型有性歯車機構になります。仮組みの状態ですが、実際の動きを見てみましょう。マスキングテープを貼っているのはチェーンからの入力を受けるドライブユニット、キャリア1ユニットの内歯車部分。キャリア1ユニットの有性キャリアには青マジックで目印をつけます。内歯車を入力、有性キャリアを出力に設定した時、チェーン入力を加えると、チェーン入力と内歯車は同時に回って、有性キャリアが遅く回っているので減速機として機能しています。逆に入力を有性キャリア、出力を内歯車に設定したソーラー型有性歯車機構は増速機として機能します。この機能を多段化して組み上げたものが内装11段変速の基礎になります。次はローラークラッチ。ベアリングの一種に見えますか？動力の伝達を切り替えるものです。ローラークラッチの枠を動かしてみると、ローラーが微妙に上下しているのが分かりますか？下がっている時は動力を伝達しないフリー状態で、上がっている時は動力を伝達するラッチ状態になります。言葉で伝えようとすると分かりにくいですか？自転車のフリーホイールと同じ機能といえばイメージしやすいかもしれません。実際に外から見える2つのローラークラッチはハブボディへの出力用なので、フリーホイールと同じ役目で配置されています。外から見えない2つのローラークラッチは入力回転を出力に直結する役目と、出力の回転数が高い時にフリー状態にする役目があります。ここまでの説明は大丈夫ですか？とりあえず細かい仕組みは置いといて、有性歯車機構は入力回転を増速または減速して出力する仕組み、ローラークラッチは入力回転を出力に直結と、出力回転が高くなった時に入力回転を自動で切り離す仕組み、このことを覚えておいてください。ここからは変速構造の本題に入っていきます。モーターかワイヤー引きかの違いはありますが、ハブのエンド付近に回転させる部分があります。この部分をジグで回してみると、何やら内部で動いているのが分かりますか？内部を見やすいように固定してモーターユニットで回してみます。ここには変速で重要な対応ギアの歯止めと入力切り替えのクラッチが動いています。まずは入力切り替えのクラッチの説明から。
クラッチが動作するのは6速と7速の切り替えの時で、1から6速はクラッチオフ、7から11速はクラッチオンで使用されます。実際の構造を見てみると、ドライブユニットからキャリア1ユニットへの動力伝達は、1速から6速はローラークラッチを伝って内歯車に接続されていて、7速から11速はクラッチから優勢キャリアに回転が伝わります。優勢歯車機構の説明で使った動画は、この入力切り替えのクラッチを使った回転の変化だったのです。続いて対応ギアの歯止めについて。3つある対応ギアの歯止めは対応ギア2から4に割り当てられています。歯止めがない対応ギアは自由に回転しますが、歯止めがある状態だと反時計回りには回らなくなります。優勢歯車機構の説明で、アルフィーネは対応ギアが固定のソーラー型といった通り、対応ギアが回るとソーラー型優勢歯車機構として動作しません。この特性で動作する優勢歯車機構を選択することで、異なるギア比を作っているのです。1速から11速まで変化させて、対応ギア2から4の固定状態を調べた表はご覧の通り。クラッチの動作も合わせて11パターン出来上がったので、入力から出力までの伝達経路と総合的な動きを見ていきましょう。まずはたびたび出てくるドライブユニットとキャリア1ユニットです。1速から6速はクラッチオフ状態なので、ローラークラッチから内歯車に入力して優勢キャリアに出力する減速器になっています。7速から11速はクラッチオン状態なので、優勢キャリアに入力して優勢キャリアに出力される直結状態になります。優勢歯車機構の説明で、内歯車に出力して増速器になると言っていますが、アルフィーネの構造としてはキャリア1ユニットの内歯車から出力につながる構造はないので、実は空転しているだけです。余談ですが、内装変速器の伝達効率を調べたレポートを見ると、11速アルフィーネはギア後半で下がる結果が出ているので、おそらくこの空転が効率を下げる原因になっていそうです。概要欄にリンクを貼っていますので、興味がある方は覗いてみてください。続いてキャリア2ユニットですが、対応ギア3と優勢ギアとキャリアがついていて、対応ギア2を追加した状態が基本構成です。入力はキャリア1ユニットの優勢キャリアに直結、出力はキャリア3ユニットの内歯車なので増速器として機能します。対応ギア2と3を選択式で使う2パターンの増速器と、キャリア1ユニットのローラークラッチからキャリア3ユニットに直結する1パターン、合わせて3パターンの変速機能を持っています。最後のキャリア3ユニットは出力用のローラークラッチでハブボディを回す役目です。対応ギア4の入力はキャリア3ユニットの内歯車と優勢キャリアを一体化したもの、出力は右側のローラークラッチがついている内歯車部分で増速器として機能します。対応ギア4が固定されているとき、増速した出力を右側のローラークラッチから出力、それ以外の時は左側から出力されます。これで一通りの動力伝達の説明は終わったので、表に戻って動きをまとめてみたいと思います。ギア比についてはシマのホームページから情報を引用しました。学術的に構造を理解できていないので、ギアの波数からギア比を計算できなかったのですが、できる方法で対応ギア1から4の個別ギア比を出してみます。まずは対応ギア2から4の部分でフリーと書いている部分をかける1に置き換えます。この部分は優勢歯車機構として動作していないので、出力なしの状態ですが、計算上変化なしということでかける1とします。1速を見るとクラッチオフは必然的にかける 0.527 になるので、残りのクラッチオフも全て置き換え、クラッチオンは入出力直結なので変化なしのかける1、そうなると7速のホールドは必然的にかける 1.292 になるので、残りの対応ギア4のホールドも置き換え、同じように8速のホールドは必然的にかける 1.462 になるので、残りの対応ギア2のホールドも置き換え、同じ考えで対応ギア3のホールドをかける 1.667 に置き換えれば、ギアの組み合わせ表が完成です。
ということで、キャリア1ユニット部分はギア比 0.527、 キャリア2ユニット部分はギア比 1.462 と 1.667、 キャリア3ユニット部分はギア比 1.292 となり、それぞれ直結動作も組み合わせて11段変速を作っていることが分かりました。ここで気になるのが、 2×3×2 は12パターンですが、11段変速ということで使われていない1パターンがあります。それが入力から出力まで回転を直結するギア比1です。5速がギア比 0.995 だから必要ないと言われそうですが、優勢歯車機構を通すと伝達ロスが出るので、大抵の内装変速機は入出力直結のギア比1を設定しています。11速アルフィーネの設定で入出力直結を作ろうと思うと、6速と7速の間になってしまうので、ギアのつながりがむちゃくちゃになるんですよね。ギア比を調整すれば12速アルフィーネができそうな気がしますが、シマノの技術者がそうしなかったのだから、素人にはたどり着けない何かがあったのでしょう。以上が11速アルフィーネを分解して観察した結果になります。当初の目的のギア抜けの解消には至っていませんが、様子を見ながら交換するパーツの目星はついたので、気長にアルフィーネと向き合うとして今回はここまで。最後までのご視聴ありがとうございました。